はい、ありがとうございます。今日はですね、カンブリア宮殿特別企画、貧困層に雇用を生み出すビジネスとはにお集まりいただきありがとうございます。まず今日のですね、画面の設定方法をちょっとお伝えしたいなと思います。今日はずっとこの、半分ですね、画面共有しながらさせていただくので、まず上のですね、青緑色のバーの横にオプションを表示というのがあります。そこをクリックしていただいて、で下にですね、左右表示モードというボタンがありますので、そちらをクリックお願いします。でこのバー2つにこう分かれると思います、画面が。でそれを真ん中にバーを調整していただいて、その後にこれを右上の、最初からスピーカービューになっているんじゃないかなと思うんですけれども、スピーカービュー、僕喋ってる人間だけが出るような形にしていただけたらと思います。で私が喋ってる、私タバコが喋ってる時は僕だけの顔が映ってる。で私がミュートにして、例えば原口さんの番になって、原口さんちょっとだけ喋ってもらっていいですか。はい、原口今喋ってますとなったら、原口さんに画面切り替わったら正しいということになってますので、よろしくお願いします。で、発表者以外は基本的にミュートで今日はお願いいたします。はい、であとですね、今日質問にもこの後お答えするので、質問のある方はぜひチャットボックスにの方で質問をたくさんお待ちしております。よろしくお願いします。ツイッターでですね、事前にハッシュタグビジネスレザーファクトリー、ハッシュタグカンブリア宮殿で質問をしてくださいというふうにお伝えしたところ、なんと0名の方から質問をいただくことができましたので、ありがとうございます。これチャンスということで、今日ね、たくさん質問を受け付けるということなので、よろしくお願いします。はい、でまた今日の感想、ハッシュタグビジネスレザーファクトリーでツイートしていただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。はい、ではですね、まず最初に今日の登壇者のメンバーの自己紹介をさせていただきたいと思います。ではまずファルクさんから、ですね、簡単な自己紹介と、今はちょっと新型コロナの影響でステイホームという言葉がよく出てますけれども、お家での過ごし方ちょっとお伺いしてもよろしいですか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私は、フルネームはホセイン・モハメド・ファルクですが、まあ、ファルクで、呼ばれて大丈夫です。バングラデシュのダッカ大学、バングラで、卒業して、で日本留学しに行きまして、で日本で、日本語学校で、そして、大学院、千葉大学に今、研究生として、入社して、で2011年ボーダレスジャパンに入社してきて、で今まで、ボーダレスジャパンの、一つの、事業長としてバングラデシュで活動しています。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、バークさんは娘さんが2人いて、つい最近下のお子さんが生まれたんですよね。はい、今、おととい7ヶ月目になりまして、はい。最近のお家の過ごし方どんなんですか。そうですね、まあコロナの影響がなってから、まあ、ステイホームっていう指示がすごい強く出て、ずっと、基本的には家にいるんですけれども、子供と遊んだりとか、ちょっと、料理とかに少し手伝ったりとか、まあ、あとは少し本とか読んだりとかで、工場のこととかもやっぱり気になっちゃうので、ちょっと工場に来たりとか、まあ、ガードとかそういったスタッフたちもいるので、彼らにちょっと挨拶したりとかっていうような、ことで最近の毎日を過ごししています。はい、ありがとうございます。では次、マスンさん、自己紹介とお家での過ごし方お願いします。はい、おはようまして。僕のフルネームは結構長いなので、ちょっと短く、もうマスン読んでください。マスンと申します。よろしくお願いします。僕はね、ちょっとダッカ大学は卒業して、それで日本にちょっと留学をしました。それで2年半ぐらい日本語勉強して、それで明治大学で研究アシスタントとして、4年半ぐらい働きました。それでちょっと日本の貿易の会社で、国際マーケティングマネージャーとしてまだ3年半ぐらい働いて、2014年にもうボーダ
ちょっともう面接受けて、ちょっとボーダレスバングラに入社しました。と最初入ってるけど、何にも知らないずに、ね、ちょっと川のことを一切知らないずに入ってたんですね。とバングラに戻ってきて、ともう検品とかサンプルのやり取りとか、いろいろして、今、工場と通して働いてます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今ね、はい、どうぞ。コロナの影響でみんながステイホームだと思うんだけど、でもね、僕の家が工場からちょっと遠いなので、毎日起きるのはちょっと早いんですね、朝6時ぐらい。それ家戻るのもちょっと9時ぐらいんですね。それで今ずっと家にいるので、ちょっと時間がかなりあってて、ちょっともう4歳の息子があるので、ちょっと遊んだりとか、ちょっと本読んだりとか。あともう家でもちょっと仕事しないと上ものお客さんも何人いるのでちょっとメールしたりとか、あと現場のメンバーが今家にいるので、誰かがもうどんな状況か、何かをねちょっとまずいことあったかどうか、それも確認しないといけないことあったので、それはやったりしていますね。でもいつももう工場にもう来たいとか、みんなの顔見たい、それはいつできるかな、それはもう待ってます。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、松さん。では次ですね、原口さん、自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。ビジネスレターファクトリー代表の原口です。あだ名は花道です。私ずっとバスケットやってたので、スラムダンクの桜木花道から花道という命名がいただきました。はい。で、私自身は、ソーシャルビジネスずっとやってたっていうことではなくて、高校時代に貧困問題をこれ解決したいっていうふうに思った後に、JICA に入校をしています。でそこで援助とか支援とかっていう道を、進んでいった先に、一旦退職をしまして、ちょっとアプローチを変えてソーシャルビジネスっていう形で、貧困問題を解決したいと思ってボーダレスジャパンにジョインをしています。で私自身は、1年間アパレル事業で修行をしまして、その後、ビジネスレーザーファクトリーの代表になっているという形になります。はい、最近ステイホームの時何してるかと、私もですね、さっき松山さんとかファルクさんが言ったように、やっぱりみんなに会いたい、だから仕事をしたいって思っちゃうんだけど、でもまあ家にいる時間はまあリフレッシュも必要かなと思って、最近オンラインヨガをスタートしました。はい、リフレッシュしながら、でも仕事もやりながらっていう生活をしてます。まあでもみんなに会いたいよね。まあこんな風にちょっとオンラインの機会があるので、こうやって顔を見て話せる機会ってすごく嬉しいなというふうに思っています。今日はよろしくお願いします。はい、原口さん、ありがとうございます。僕簡単なタバコという名前です。これ本名なのでぜひ覚えていただけたらと思います。よろしくお願いします。はい、この4名で進めさせていただきます。はい、どうぞよろしくお願いします。でですね、今日ご参加いただいた方々は、まあ、おそらく先ほど、アンケートを取らせていただいたんです。カンブリア宮殿見たとか、貧困のビジネスに興味が、貧困解決のビジネスに興味がある、ソーシャルビジネスに興味があるとか、あとは、まあ、ビジネスレザーファクトリーも以前から利用していますよという方がお集まりいただけているのではないかなというふうに思っています。よろしくお願いします。でですね、今日はですね、まずオープニングから、まあ、ビジネスレザーファクトリーというビジネスがどのようにして始まったのか、その創業秘話をファルクさんから、そしてそれをどのようにビジネスとして構築していったのかというのを原口さんから、で最後にそのビジネスを通して工場のメンバーの生活がどう変わっていったのかっていうのを、マスンさんから説明していただきたいと思っていますので、よろしくお願いします。でまずですね、はじめにボーダレスジャパンについて説明させてください。これはカンブリア宮殿でも今回取り上げていただいたボーダレスジャパンなんですけれども、その中の一社がビジネスレザーファクトリーになります。ボーダレスジャパン、一言で言いますと、ソーシャルビジネスしか得らない会社です。ではソーシャルビジネスとは何かという話をさせていただきます。通常の、まあ、一般的なビジネスであれば利益の追求ということで効率化というものを求めます。なのでいかに効率的に生産そして販売ができるかというのが、まあ、通常のビジネスを追い求める形だと思います。ただその効率を求めていった先に非効率だと思われてしまった人々やそして状況っていうのは誰も手をつけない状態になってしまいました。でそうして取り残されていった問題が社会問題というふうになっています。例えば貧困問題、環境破壊、食糧危機などです。誰もビジネスとしてやらない問題が社会問題
でそれを社会問題を解決するためにその非効率をも含めて社会を再構築するビジネスというのを私たちはソーシャルビジネスというふうに呼んでおります。でそんなソーシャルビジネスに挑むソーシャルビジネスを立ち上げる人を社会起業家というんですけれども、そんな社会起業家が集まるプラットフォームとして、ボーダレスジャパンは、存在しています。で現在世界13カ国で35の事業があります。その中の1社が、ビジネスレザーファクトリーです。カンブリア宮殿の最初の冒頭でも紹介していただいたのがこのビジネスレザーファクトリーです。で、まあ、どんな問題に取り組んでいるかというのを簡単に説明させていただく前に、まずはちょっとビデオを見ていただきたいと思います。ちょっとだけお待ちください。すいません、音声は来てましたか？はい、音声は来てます。はい、ちょっとだけ止まってたかな。はい、もう一度だけさせてください。はい、これで届いてますね。はい、すいませんでした。もう一度ビデオを変えさせていただきます。はい、ありがとうございます。ちょっとだけまた戻しますね。これちょっと待ってますね。失礼しました。はい、こんな感じで今のがビジネスレザーファクトリーのブランドムービーになります。でどんなことをしているかという説明なんですけれども、今ちょっと動画でもちょっと分かっていただいたかなと思うんですけど、バングラデシュで製品を作ってバングラデシュの貧困問題解決のためにビジネスレザーファクトリーという事業があります。そのためにビジネスを行っております。まあ、ビデオの中でも分かっていただいたかなというふうに思うんですけれども、バングラデシュで革製品をですね生産してそれを日本で販売することによって雇用を作り出し貧困問題を解決しているという会社になります。まあ、これは少しカンブリア級の中でもぜひ見ていただいたことではないかなというふうに思います。でそんな私たちビジネスレザーファクトリーがどのような経緯で今の革事業を行っているのかであったり、その当時の創業秘話ですねというのをファルクさんから今から説明していただきたいというふうに思っています。ではファルクさん、ビジネスレザーファクトリーなぜ貧困問題解決しようと思ったかなどを含めてぜひ発表お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、まあ、
私は、まあ大学の頃からやっぱり、まあ、バングラデシュの、仕事がない人とか、貧困問題とか、まあ、そういったところにとても興味を持ってたりとかをしています。まあ、その話に行く前にちょっとバングラデシュのことをちょっと全体の説明をちょっとしたいと思います。バングラデシュはやっぱりこの地図に見えるようにとても小さい国、日本の約40倍ぐらい、もうちょっと、分かりやすく言うと、まあ、北海道の 1.5 倍ぐらいの大きさの、国なんですね。で、この北海道の 1.5 倍ぐらいの大きさにやっぱり約1億6000、7000万人ぐらいの人たちが、住んでいますね。で、まあ、このうちやっぱり貧困っていうのが相当大きな問題にはなっています。やっぱり社会問題として、捉えています。やっぱり田舎とか都市部とか、いろんな人たちが、まあ、全員ダッカに来るっていうことで、ダッカに行くと、首都ダッカの方に行くと、まあ、なんとか仕事が見つかれるとか、まあ、いうことでこっちに来るんですけど、やっぱり失業率がとても高い、23% っていうぐらいに言われるんですけど、15% 以上の人たちがやっぱり1日 1.9 ドル以下の、生活をしている、状態です。はい。で、私がこの貧困、をなんかなくしたいっていうふうに、思えるようになったのは、まあ、先ほど言った大学の頃から、なってるんですけど、ただ行動とかどのようにどうするかとか、そういったことは全く、まあ考えてはなかったんですけど、なんか心の中には何かできるといいなっていうふうに思い始めたのは、まあ、大学の頃からっていうことになります。はい。で、2008年、やっぱり日本に留学として行ってたんですけど、で、2010年に、なって、ボーダレス、今のボーダレスジャパンの、社長の、カズナリ・タグチ、副社長の、正義鈴木と、あともう一人の、社員の方、この3人がバングラデシュを、行くっていうことを決まって、で私の兄貴がアテンドをする予定だったのが、まあ、急に兄貴がやっぱりこれ、アテンドしできなくなって、で代わりに私がアテンドしにバングラデシュに一緒に来まして、でそこでボーダレスと出会ったっていう。でこの、まあ、1週間ぐらいボーダレスのこの3人をバングラデシュにいたんですけど、この いろんな地域にバングラデシュに私が連れて回っていって、いろんな話とかをして、でそこでやっぱり、まあ、ソーシャルビジネスっていう考え方だなっていうのが改めて初めて分かったっていう、やっぱり自分が思ってる夢をここなら実現できそうだなっていうふうに思って、でやっぱりもうちょっと訪問とか終わった後に具体的に社長の方にアプローチして、何か私何か番組で知るためにしたいと思ってますって言ったら、まあそうしたらもうちょっとぜひ具体的に話しましょうっていうことで、日本もまた戻って、で会社の方に行って、でそこで私具体的に何をやりたいかが今のところはないんですけど、ただ何かやりたいっていう、もしそういう強化があれば、機会があれば私これから考えますっていう話アプローチをしたら、田口の方がぜひいいよっていうふうに指摘を受けて、でそこからずっと考え始めたっていうことになりました。次ので、何やるかっていうので、まあ、初めはバングラデシュのいろんなプロとかに聞いて、まあ、私が考えたのはやっぱりお母さんたちの一番、困っているお母さんたちが少し収入があると、子どもの教育とかなんかそういったインパワーメントもとかもなるので、やっぱりお母さんたちの仕事を作りたいなと思っていて、やっぱり田舎のお母さんたち、都市部に来て仕事とかできない、家族のこととか子どものこととかいろいろ問題があって、できないお母さんたちに少し副収入として収入を上げることができると、
何がいいのかなっていうヒアリングとかいろいろところしてみたら、やっぱり UFO 化が結構いいという案があって、でなんか土地とかいらないので、まあ、家の周りにビーボックスとか置いたら、蜂は勝手に蜜を取って箱に入れるので、その蜜を私たち購入して、で日本でちょっと付加価値つけて、販売するっていうことを、で予報化を考えてたんですね。でバングラデシュのやっぱり一番上のところの、地域をやっぱ貧しいって言われるんですけど、そういった地域の、お母さんたちからまず始めて、でそこから全国広げていこうっていう考え方で始まったんですけど、で、まあ、やるにはやっぱり自分もプロにならないといけないっていうので、自分も最初、方法を学んで、で、そのお母さんたち、にBボックスを最初たくさんの中からやっぱり20人ぐらい選んで、でこの20人に鉢とボックスを、渡して、で、予報かやり方とかもちゃんと教えながら、続けてたんですけど、まあ結構、お母さんたちにとってこの仕事は、まあ、結構難しいだったっていうのが改めて初めて分かったっていうことだったんですけど、鉢刺さるし、でなんか逃げちゃったりとかするし、で、まあ、なんか思ったより量も取れないしとか、でまた違う種類でやると、まあ、移動しなきゃいけないとか、そういったことが分かっていて、まあ、やっぱりお母さんたちではこの予報が難しいだなっていうことが分かっていて、一方で日本でも販売ルートとかもう決まっちゃってたんですけれども、でもこっちでやっぱりお母さんたちのためにやっぱ仕事なってないんだったらやる意味ねえなと思って、ここを一旦ストップしてしてました。はい。で次はじゃあ蜂蜜はダメだったら次何がやれるのかなって思った時に、まあ、バングラデシュの強みを生かしてやりたかったっていうのがやっぱり心の中にあって、で強みは次ココナッツが結構たくさん取れるっていうのが分かって、じゃあそしたらココナッツで何を作れるかっていうので、まあココナッツオイル使って石鹸とか使って作れちゃうっていうことで、石鹸とか作って、でその石鹸を国内でも海外でも売ることができると、たくさん雇用を作れるっていうことが、検討してみたんですね。どうかなと思っていて、でよくよく検討してみたら、まあ、ココナッツオイルで、すごいたくさんの量の石鹸が一人で作れちゃえるっていうことが分かっていて、まあ、あんまり雇用を生まないなと思っていて、まあ、10人とか15人とか私人生かけて頑張っても 10人15人の雇用で終わっちゃうっていう、このぐらいのインパクトのためにやっぱりもうちょっとなんかインパクト出せるようなことやりてえなと思って思ってココナッツもまあ一旦ストップした。で次はバングラデシュで、まあ強み次はやっぱりアパレルとか、まあ世界2とか世界1とかぐらい言われるようなところに、何かがヒットないのかなと思って、で、なんか自分の親戚が、革製品作ってる工場があって、ちょっと親戚に声をかけたら、まあ、訪問していいですかっていう声をかけたら、おいでって言われて、でそこの工場を見に行きました。で工場を見に行ったら、やっぱりすごい手間かかる仕事だなと思っていて、でしかも革製品だから少し付加価値とかつけても販売できるんじゃないかなと思っていて、で私が雇用を作りたいっていうことだから、たくさんの人の雇用も作れちゃえるし、でちゃんとしたしっかりした商品とか作ったら販売もできちゃうんじゃないかなと思って、やっぱりこれじゃないかなと思いまして、はい。で革製品で、まあ、まずはやっぱり売ることから始めないといけないなと思っていて、で、じゃあ売るためにはまず多分自分たちで工場出すより他社から商品を買って、でそれを販売して、で売れるようになったら自分たちで工場立ち上げようかなっていうことを考えてたんですけど、でもよくよく見てみたら、やっぱり他の工場でちゃんと給料とか払えてないとか、働く環境が良くないとか、児童労働あったりとか、そういったなんか問題が発見していて、でそれだったらやっぱり他のところで雇用増やしてもまた他の問題が増えちゃうっていうことが分かっていて、それだったらやっぱり自分である最初はやっぱり投資
としても自分たちの勉強 としても、勉強代でも始めようかなと、もう講座を始めようかなと思っていて、自分たちでスタートすることに考えてました。次は、はい、で、で最初は私このような高校場を、借りてましたが、まあ、約3000スクエアフィートの構造なんですけど、ここから、もう工場生産とか、スタートしようということでこれを借りてました。次お願いします。で、借りてここに、まあ、このように日本から機械とか、輸入してデスクとかバングラデシュで作ってこのように、設備とかもしてました。で、工場とかも借りるんですけど、革製品作るっていうことも決まりましたけれども、でもやっぱり自分は全くノウハウがないっていう、知識全くないっていう状態で、やっぱり日本で革製品を売るっていうような商品を作るためには何も分からないで作ることがやっぱ売れないなと思っていて、でそれだったらやっぱりここで自分の知識を増やさないとダメだなと思って、日本の、まあ、結構、古い会社で100年ぐらいの古い会社、野村製作所っていうようなところに連絡して修行したいっていう応募をしたんですね。そしたら向こうの社長が、じゃあ何のためにやるのっていう話とかを聞いて、あ、じゃあいいねとかって全部説明とかしたらいいねとかって言われて、いいよって言われて、でそこで2ヶ月自分は、商品をもうゼロから作る、一つの商品になるまでに全工程を学んで、でバングラデシュに戻ってきて工場を立ち上げました。で、最初はやっぱりちゃんとしっかりした仲間が集めないとまあ、できないなと思っていて、で仲間を集めるために、募集をしてたんですね。でそしたら集めてきたのはこの4人の仲間なんですけど、でこの3人は今でも続けてくれているんですね。で、この彼たちは、まあ、スーパーバイザーレベルの人たちなんですけど、仕事が分かっている人たちで、彼たちに私がこういうことをやりたいっていう話とかをしっかりしてたら、彼らもぜひサポートしたいということで、一緒にみんななって、でこの後入ってくる新人とかの人たちに教えていくっていう立場に彼らがなるっていうことで、彼らが、スタート、彼らと一緒にスタートしました。でこのように最初はサンプルサンプルサンプル作って、こっちこっちで作って日本に送って、どうですかっていう、全然ダメですって言われて、もう一回作ってっていう、こうやってずっとサンプルの繰り返しとか、日本人がやっぱりこだわるぐらいのクオリティに持っていくまでに、こうやってずっとサンプルを作り続けたっていうことをしてました、昔は。で、こうやって、まあ、初めの、1ヶ月の給与日がなりました。私がやっぱり約束した通りに、必ず時間通りに給与を払います。みんなが働いてる分を、給与は絶対に払えるようにします。で、みんなで嬉しい日はみんなで一緒に嬉しくなるみたいなことを約束しているので、こうやって初めの給与日、まあ、5人なんですけど5人に給与はしっかりと払いました。次っていうのが私の、ビジネス、バングラデシュで革事業を始まり、の歴史でした。今まで、今はやっと6年目6年目です。はい、すみません、ありがとうございました。はい、ファルクさん、ありがとうございました。なかなかそのビジネスレザーファクトリーご利用いただいている方とかだと、もう革のブランドとしかやっぱり分からないと思うので、それ前にいろんな失敗であったりとか、あとクロワッサンも作ってたんですよね、昔。はい、そうですね、はい、昔クロワッサンとか、まあ、雑貨とかいろいろすごい苦労した時期がありまして、はい、なのでもしかしたら僕たちもパンのクロワッサンの事業だったかもしれないね、うん、ところもあって、最終的にカツオ取り付いたのが革事業だったということですね。 あまりこれを伝えることがないので、こういったことを伝えることでとても嬉しいなと思います。ただ、今ホルクさんの説明の中で生産についてはもう出来上がったと、ただこれをどういうふうに販売するか、販売できなければ
発注がない、生産ができないという話だと思うので、これをどういうふうに販売できる仕組み、ビジネスとして構築していったかというのを原口さんから説明してもらいたいと思います。またあとコメントも皆さん随時待っているので、よろしく、あ、コメント、質問か、質問も随時待っているので、よろしくお願いします。では、原口さん、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。なので私の方からは、日本側の、ビジネスの方をお話ししたいというふうに思います。先ほどファルクさんから話があったように、もう紆余曲折あって最終的にこの牛革に行き着いたと。で、この牛革を使って革製品を作ろうっていうところまで決まりました。じゃあさて日本でどう売りますかっていうのが次のステージですね。お願いします。皆さんご存知のように、革製品のブランドとか、あるいは革の製品を取り扱うブランドっていうのってめちゃくちゃ日本にたくさんあるんですね。それはハイブランド、高級ブランドもそうですし、カジュアルブランドとかっていうのも、まあ、もちろんそうで、なのでいわゆるビジネスでいうと競合がめちゃくちゃ多いレッドオーシャンの中に私たちは後から飛び込むっていうのが私たち の, 当時の状態なので、しかも私たちノンブランドですと、何にもブランドとしての価値はまだ何もありませんっていう時に、これでも勝てるポジショニングをしなきゃいけなかったっていうのが当時の状況になります。じゃあその答えっていうのは一つで、ビジネスシーンに特化しようということでした。で、今回参加いただいている方の中で社会人の方っていうのはもしかしたらイメージが分かれるかなと思うんですけども、プライベートで言うと多分自分の身につけてるものっていうのは、まあ、洋服とか小物とかいろんなものっていうのは自分の趣味、まあ、自分の好みで選ぶと思うんですね。その時には例えばロゴがバンとついてたりとか、まあ、派手なものもあるでしょうし、カジュアルなものもあるっていういろんな好みの中でブランドを選ぶと思うんですけども、一方でビジネスシーンになった瞬間にそういったハイブランドのロゴがバーンと出てるものっていうよりもやっぱりシンプルで機能的な商品っていうのがいいんだろうと、まあ、そういうふうに思われるのがビジネスシーンじゃないかというふうに考えました。でそういうビジネスシーンの中で、まあ、高品質、まあ、品質をしっかり担保した中で低価格でそういう商品であれば選んでもらえるんじゃないかというふうに思ってビジネスシーンということを明確にポジショニングにしています。なので私たちのブランド名ビジネスレザーファクトリーっていうのもまさにポジショニングを伝えているそのビジネスの革の直販のファクトリーですっていうことを伝えているブランドになります。で私たちこういうブランド、このブランドを通して働く人を応援するブランドでありたいなというふうに思っています。さっき話をしたその高品質低価格っていうことをちょっと深掘りしたいなっていうふうに思ってるんですけども、まず高品質で言うとさっきファルクさんが話してくれたみたいにファルクさん最初に日本 の, 職人さんに実際修行に行って日本 の, その技術を伝承してもらってるっていう、これがまず一つの品質っていうところなんですけども、やっぱり事業をやっていく中で私たちずっと品質やっぱり改善していかなきゃいけないなっていう中でそのビジネスサイクルであるその作って作って売るっていうところのこれをバングラと日本のバトンを渡しながらお客様に渡してるんですね。この一気通貫のビジネスサイクルの中でお客様のお声、まあ、商品に対するお声っていうのも直接私たちにいただくので、それをやっぱり直接バングラディッシュにフィードバックしながら一緒に品質改善をしていこうっていう形でずっと品質をこだわってきました。次、価格のところでじゃあ低価格実現しますということなんですけども、この私たちの価格帯でいうと例えば名刺入れは普通本革製品でいうと、まあ、1万2万しますと、ビジネスバッグでいうと4万5万しますっていうのが、まあ、本革の、まあ、普通の世界なんですけども、私たちでいうと名刺入れは2,999円、ビジネスバッグは1万9,999円と、ビジネスシューズ最近始めたんですけどもこれも9,999円と、こうやって低価格っていうのをご提案をしてます。これは実現できるのはやっぱりバングラディッシュの工場でこうやって私たちと一緒に自社工場で中間コストが発生しない、途中でこう仲介会社いないのでそのコストが発生しないからこの価格が実現できているっていうふうに知っていただければなと思っています。まあ、ただ例えば他の OEM の会社さんとかって比較したときに、じゃあ商品の原価、商品を作るときにかかる原価っていうのがめちゃくちゃ安いかって言われると、まあそうはないと。でそれなんでかというと、私たちがめちゃくちゃ原価を安くしてくださいっていうふうに言うと、それはイコールバングラディッシュで働くメンバーたちの給与を落としてくださいって言ってるようなものなので、まあ原価っていうのは基本的にはバングラにとって最適な原価。
ていう形になっています。はい。でもう一つ価格のところで少しお伝えしたいなと思うんですが、多分ですね、皆さんパソコンが近くにあれば Amazon さんとか楽天さんとかで名刺入れ革とかっていうふうに検索していただくと、おそらくなんですが、まあ、1000円以下の商品って、まあ、バンバン出てくると思います。で、まあ、そういう世界ではあるんですけども、なんかじゃあ私たちどうするかっていった時に、まあ、直接私たちの、まあ、理想の店舗、最高に見栄え、いい店舗で、ここで販売の面プロフェッショナルのみんながその最高の接客をしていく、ここのサービスの中で私たちの、商品っていうのがリーズナブルだねっていうふうに思っていただける、そういうふうに価格っていうのを考えています。で、革製品、これ、マーケティングの話になるんですけども、革製品って皆さん持っている革製品、本革であればイメージができるかもしれないんですが、これ私5年前に買ったポーチなんですけど、まあ、5年なんていうのは全然長く使えますよね。多分10年20年使えるっていうのが革製品だと思っています。じゃあ、そういう時にじゃあ、お客様が1回買いましたと、で10年20年買う使えるので、まあ、20年後にもう一度来ますってなると、なかなかこうビジネスとして成り立たないっていうことがあって、でそれは、自分のものを買うときはそうなると。でもこれがギフトとしてもし選んでいただけるのであれば、私の友達、私の同僚、私の上司とかっていう形でいろんな方にギフトで選んでいただける、でそういうふうなギフトっていうことを提案するために、私たちは内裏刻印サービス、この写真の右下にあるんですけども、こういうふうに革に実際刻印をしてお名前を入れたりメッセージを入れたりっていうサービスをしています。これ実際イラストとかも写真とかも入れられる形になってて、近い父の日とか母の日とかで選んでいただいているということもあります。で、私たちこうやって、まあ、価格であったりとか品質であったりっていうのを決めて、それはポジショニング決めて、まあ、販路決めてっていう中で、私たち販路っていうのは店舗が今主になっています。で私なぜそうするかというと、例えば1店舗オープンするときに、まあ、海を越えてバングラデシュでは何が起こるかというと、30人から50人の新しい仲間たちを採用することができます。だから私たちはこうやって店舗をどん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 増やすことによって、バングラデシュのメンバーたちをどん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 迎え入れたいというふうに思っています。で実際ですね、私たち2016年から直営店舗始めまして、そこから4年ぐらいかなで、18店舗をオープンすることができました。これはもう北から北のは北海道、南は沖縄、なかなか言い慣れないからそういう、もうとにかく全国ってことですね。全国でこうやって店舗を広げることができています。でこの店舗ですね、今緊急事態宣言でコロナの影響があるので、今臨時休業中なのでちょっと難しいんですけども、もし緊急事態宣言が明けたら、ぜひお近くにあれば立ち寄っていただければなと思ってるんですけども、私たちここの店舗でこうあえてこうエシカルですみたいな、エシカルブランドですみたいなことってほとんど出してないんですね。てかほぼ出してないです。でこれも、私たちそのどういうビジネスをやっていくかっていうことを考えたときに、このエシカルをあえて出さないっていうことを選んでいます。これ理由が2つあって、1つはやっぱり私たちの事業目的、ブランドの目的っていうのが、雇用をどんどん増やしていくっていうことが、貧しい人たちの雇用を増やしていくってことが私たちの事業目的で、実際日本のエシカルマーケットを見たときに、エシカルマーケットってやっぱりどうしても小さいんですね。まだでヨーロッパとか、まあ、そういうところは違うと思うんですけど、日本はやっぱりまだ小さい。でこの小さいマーケットで勝負していたときに、やっぱりたくさん の商品を届けることがやっぱりできない。そうすると結果的に雇用もたくさん生まれないと。なので私たちは通常のマーケット、お客様が普通のブランドとして選んでいた商品とかサービスとかに選んでいただく、その先に、たくさん の商品を届けることができて、そしてたくさんのメンバーたちをバングラデシュで迎え入れることができるっていうことで、エシカルってことをあえて歌っていません。で、もう一つの理由はこれ結構感情的なところでもあるんですけども、私たちにとってバングラデシュのメンバーってもうファミリーなんですね。
仲間なんです。で、彼らがどんな思いで仕事に打ち込んでるかってことも知ってる。その職人として誇りを持ってやりがいを持ってやっている。で、彼らがもし日本に来日した時にうちの店舗に来て、貧しい人が作ってますと、だから買ってほしいと、お涙頂戴でかわいそうというところで、もし彼らが見た時に、私はなんかそれは嫌だなっていうふうに思うんですよね。 なので、私たちはまあ、エシカルっていうのを歌わずに普通の、まあ、いわゆる一般的な、ブランドとしてお客様にご提案してるっていう背景があります。もう一つ伝えておきたいなと思うのが、じゃあ今店舗はお休みなんですけども、じゃあ店頭に立ってるメンバーたちはお客様に届けるっていう思いを届けるっていう商品を届けるっていう役割の中で、彼らがバングラデシュのことを全く知らないかと、実はそうではないんですね。私たち年に1回社員は必ずバングラデシュに行くっていうことを約束していて、今年で言うと、まあね、4回か5回、全社員みんなで一緒にバングラデシュに行って、そうやってお客様に実際届けるメンバーたちが、実際商品を作ってるメンバーたちと顔を合わせて、彼らがどんな思いでこの商品を作ってるのか、どんなこだわりを持ってこの商品を作ってるのかっていうことを知った上で、それをお涙頂戴ではなくて、その思いをお客様に届けると、そうやって働くっていうことをつなぎながら、働くを楽しくってことを作っていきたいなというふうに思っています。ちょっとこれ最後のはどうしても言いたかったんですが、でもこうやって、まあ、ビジネスモデルみたいなことももちろんそうですし、私たちがありたいブランドの姿っていうのは、こうやって働く人たちがつながっていて、働いている毎日が少しでも楽しくなるような、そういうブランドになっていきたいなっていうのが私たち のビジネスになります。はい、ということで、結構ちょっと早口で喋ってしまったので、もし後で Q&A とかの時間で質問とかぜひお待ちしてます。ではバトンを、はい、マスンさんに渡します。はい、原口さんありがとうございます。コメントの中にもコロナが明けたら行きますという嬉しいコメントをいただいてたの で、ね、本当にでこの状態が解除されたら、ぜひお近くの店舗にも足運んで、うんうん、実際に商品とか店舗を見ていただけたらなというふうに思います。よろしくお願いします。で、今ですね、最初ファルクさんからですね、生産どういうふうに革製品が生まれるようになったのか、そして原口さんからそれがどういうふうに今売られているのかというビジネスのお話をしてもらいました。で、その後では実際この事業を通して、私たちが事業目的としているのはバングラデシュの貧困問題解決です。では実際にそこで働いているメンバーの生活がどのようになったのか、まあ、そもそもどういうメンバーが働いていて、でその生活がどうなったのかというのを、どうなっているのかですね、ごめんなさい、のを、マスナさんからちょっと紹介、説明していただきたいと思います。ではマスナさん、お願いします。ありがとうございます。もううちらの工場の話すると、最初はちょっとうちらの工場のラインメンバーの採用について話した方がいいと思います。うちらの工場では採用は一番大事にしてます。もうなんでこんなに大事にしているかというと、うちらの工場の採用の仕方が他の工場、一般的な工場に違いです。うちの工場は誰でも採用しないんです。もうね、毎日、もう工場の前に、大体もう30人から50人ぐらい、もう来てて、もう仕事欲しい人がいっぱいいるんだけど、その中から、もうちゃんと、ね、うん、その中から、もうね、ちょっと今まで見ると、もう2人とか1日で2人とか、もう3人とか、そのぐらい採用で。なんでそんなに難しくしているか、それをちょっと話したいなと思ってます。とうちらの工場には、例えば他の工場でもう働くことができる、もうそんな人はもう採用しない。もう働きたいけど、でも他の人も工場にはもう採用してくれない、そんな人だけもう採用してます。それでどんな人を採用しているか、ちょっと具体的に話すと、親のいない若い人たちとか、もうシングルマザーとか、もう障害者持ってる人は採用してます。
と今はとうちらの例えばもうメンバーの中にもうシングルマザーがもうかなりもうたくさんいます。と親がいない方もかなりあってて、障害者の人ももうどんどんもう増えてます。はい。すいません。すいません。ちょっとですね、タバコの方がですね、音声がちょっと悪、あ、Wi-Fi の方ですね、接続悪いようで。少々お待ちください。大丈夫そうですね。はい。そう、こちらもうね、採用の時はもう何しているか、なんでそんなに大事にしているか。もう採用する時は一切こちらは例えばもうね、勉強のこととか、例えばどこまで勉強できているか。その経験があるかどうか、この話はあんまりしないんです。もう一番大事にするのは、なんでこの仕事は一番今必要か。もう困っていることは何か、自分がどの夢を持ってて、どの夢は、ちょっともうね、するためはもう働きたいとか、それは一番もう大事にしています。とさっき言ったもうシングルマーザーがうちらの工場でもうかなり多いので、と番組のこの工場に働いているシングルマーザーならもともと村から来てて、と工場の近くに家借りて、それでもう工場に働いているんですね。それで例えば家族のもうね、ちょっと他のメンバーいないから、もうね、ちょっと子供が誰を面倒見るか、もういなくて、ともうね、なかなか働く難しいなので、みんなが。もう工場で例えば子どもたちがちょっと預かって仕事できるともう安心かなと思います。そういうことは頭に入れてうちらも工場にはちょっと託児所を作りました。今この託児所にはもう毎日だいたい20人から30人は来ている。とそれで例えば職人さんのシングルマザーの中からでも例えば今子どもが村にいる、でも今度はもうね、ちょっと託児所にするということで、こんな人もどんどん増えてます。それで、ちょっと、障害者ね、障害者人はもうなかなかね、ちょっと普通の一般的に工場だと採用しないんですよ。なんで、ちょっとエフィシエンシーも悪いし、もう障害者の人の仕事の場所を作るためは、もうね、結構夫婦必要なんですよ。例えば入り口とか出口とかトイレはちゃんと入るようにしたりとか、それで例えば働くテーブルとか椅子とか、もうね、ちょっともう障害者が、車椅子とか、もうね、仕事できるように準備するとか、もうね、ちょっと簡単に言うと面倒くさいこともちょっとありますので、なかなか他の工場なら採用してこないんです。でもうちらが結構大事にしています。もう彼らが来たら、もうね、ちょっと50人とか、もうね、60人工場の前あっても障害者の人だったら絶対採用する、それはもうねちょっと思っているんですね。だからこれは結構もうね大事ではあります。こちらとしてとファルクさんが言った通り、もうファルクさんが一番最初にもうたったもう3人4人で工場も始まってて、僕はちょっとね、ちょっと BAJ 番号が入った14年の、もう2014年のもう8月ぐらいなので、その時はもう20年ぐらいいたんですね。私、日本から直接工場に来て、20人だけ見てて、いや、小さいかなと思ったんです。なので、バングラにいる時は、工場言えば、人がいっぱいあってて、もういつも賑やかな感じだったんですね。それでね、ちょっといや、もうファルクさんの話も聞いて、その時は例えば社長さんとか、もう鈴木さんとか、もうよく番組に来ている、みんな話してモチベーション持ってて、いや、頑張っていきましょう。どんどんメンバーは増えていきましょうと思って頑張り始まりました。ともうこのたった3人。今5年、6年ぐらいだけど、もうこの工場は始まってて、今、こちらのメンバーが800人です。この800人になっているんだけど、でもまだ
例えば仕事欲しい人、毎日工場の前いっぱいいます。僕の目的では、もう今年中に、これは絶対に もう1200人ぐらいすることです。1200人のすることで、多分今の工場のキャパも超えちゃうので、もう今はちょっとちょこちょこ、もう2代目の工場も探しています。とこちらはちょっと現場の中の写真だ。多分古い写真ですね。それは一番最初の工場にはちょっと50人ぐらい入るケッパーだったんですね。それを50人超えちゃった後にもう500人ぐらい入るようなケッパーも工場を借りたんですね。多分その工場の写真ですね。それで50人も行っちゃって、今はこう1000人ぐらい入るようなもう工場を持って、それより写真は多分今度もういつか見せますけど、もう床ももっと綺麗し、もうね、何でも綺麗になっていると思います。それで、ちょっとうちらの現場で、まあ、工場で働いているもうメンバーの中に、例えばさっき言った通り、もうシングルマザーとか、もう障害者を持っている人とかもいっぱいいますので、もう彼らどんな状況で、もううちらの工場に働き始まったらどういうふうに変わったか、もう2人分のちょっとインタビューしていきたい、紹介してもうあげたいかなと思います。ではここで私もちょっと、マサンさんに手伝いながら、話していきたいと思っています。で、まあ、この中の一人はやっぱり、チャーミン、足に怪我がある、障害者。持っている、ビトリの息子いるの、お母さんです。で彼女ですね、子供の時、7歳の時に、隣の建物の、壁が壊れていて足の上に落ちてきたらしいですね。でそれで、まあ、病院とか、行ってたんですけど、まあ、病院、まあ、結構長くいても、まあ、お金とかいろいろがなくて、ちゃんとした治療が受けなくて、お父さんもやっぱり貧しい状態で、まあ、足が治らなかったっていう状態で、それから彼女はまあずっと田舎とかの方にいたんですね。で、少し大きくなったら、なんかその、その地域の、誰かと付き合って、で結婚とかもしたりして、で、子供が産んでたんですけど、まあ、1年経ってからやっぱり旦那が、彼女のこと好きじゃないと、また別の結婚して彼女と離婚して、でそこから彼女はすごい大変な状態に落ちてきて、もう行く場所がないと、お父さんのところにも戻れないし、で息子と一緒にどこ行くかっていうところでめちゃくちゃ悩んだりとかしている時に BLJ バングラデシュのことを、聞いてたらしいですね。誰かの知り合いから、であそこ行けば採用するよっていう話で、彼女はうちの工場にを聞いてたんですね。でそこからまあ1年間彼女うちで働いてるんですけど、ではここから彼女の口でやっぱりどのように今どう思ってるかちょっとお聞きしたいと思っているので、じゃあこの問題にタスクってそう、でもそれはジェコイで日本のものころで、まあね、キャモンラってそこまで気をもしたとまり、ゴリゴリとの責任が、ちょうどパッと好きなば気をもしたとまり。Thank you. まあ前まではやっぱり生活ができなかった、とても困っていたっていうことがあったので。で工業が見つけてからやっぱりまあ人生が、助かったみたいなことになっていて、今は私、毎日ちゃんと3食ご飯食べれることができるし、で子供の、ご飯も作ることができるし、まあ自分が、まあ安定した生活が今できてるっていう安心感が今ここで働いて、あります。あとはここはやっぱりすぐ首とかそういったのもないので、まあ、これからも安心して生活できていくと思っています。
はい、まあ、これがやっぱり昔から私が思っていることなんですけど、自分の夢を、まあ今まで考えたこともない人にいきなりやっぱりこれから自分が何したいのって言われてもなかなか答えが出ないっていうことなんですよね。で、彼女にもやっぱり自分が将来何になりたいかとか、どういう夢ありますかって聞いたときに、まあ、私がここで働いて、これからもっと成長したい、でもっと上のレベルに行きたい、でそうすると給与とかも上がっていったら、もうちょっとなんか贅沢な、もうちょっとリラックスの生活ができるようになりたいっていうのが、まあ、彼女の、今の夢ですね。でここで、まあ、シャーミンさんはこういう人でした。もう一人のことをちょっと紹介したいと思います。今からもう2人目のパンナさんという方の、人をもう紹介してあげたいなと思って。パンナさんはちょっと大体3年ぐらい、もう今工場で、うちらの工場で働いてて、コバ塗りのポジション、コバ塗りの、すごい細かい仕事なんですけど、しっかりとコバ塗りをやってるような仕事をしている。で、彼女のお父さんが、田舎の方でリキター研いでる人なんですけど、で、子供、まあ、家族は、7、8人で、お父さんの一人の収入で、生活をしていると。で、まあ、なかなかお父さんの、ところでも生活はとても大変な状況っていうような状態で彼女が結婚してた。で、まあ、なるべくこういうちょっと貧しい状態の家族だとやっぱり早く結婚させると、まあ、一人のご飯分が減るっていう安心感がお父さん出るっていうので早く結婚させちゃうっていうのがあったりするので、彼女もちょっと早結婚だったりで、まあ、1年目に、旦那の、まあ、本当にいい人じゃないっていうのが分かっていて、で旦那はやっぱり中毒受けたりとかで、まあ、お金をかけたりとか、まあ、ないんだけどそれでもやっぱり、ちょっととか稼いだりとかするとそれでお金かけたりとか、そういった悪いことをやったりで、家帰ってやっぱり毎日彼女の絵に、敷かれたりとか殴ったりとか、そういったことがずっと起こり始めたっていうことが、もう1年もやっぱり我慢して、たらしいですね。で1年以降はで、この1年でやっぱり子供も一人産んでしまって、でそこからやっぱりこの人と一緒にいられないなっていうのがもう思い始めた頃に、彼はもう一回結婚してたらしいですね。でそうすると、まあ、やっぱり二人と一緒に住まないし、でそういうことで彼女はその家を出てきたっていうことで、まあ、出てきてやっぱり行き場が、まあ、もう当然ながらないし、で自分は仕事を探さないといけない、でやっぱり子供を、いて、で他の工場とかでなかなか仕事が見つからない、子供をどうして仕事するのっていうので、うちでいると託児所があるから、ここ子供を預けて仕事ができるっていう話を、他から聞いて、うちに応募してきて、でうちで採用して今3年目になってます。কুলার বাড়িতে পাঠাই, নিজে চলতে পারি, যে নিজে অনেক কিছু কিনতে পারি মনে চাইলে।
まあ、前よりやっぱり生活は今少し楽になりましたと。子どもの面倒も見れるし、で自分もやっぱりちゃんと、ご飯とかを食べれるし、まあ、多少ちょっと貯金とかも、できるようになっているようなことで、まあ、今はやっぱり夢を見れるっていうような、状態になってきました。パンナさんはやっぱり子供のことを、心配してますね。子供が、ここで働いて、子供の、ずっと学校に行かせて、で子供はちゃんといい教育を、受けるようになって、でいい人材になっていくっていうのが私の夢です。それを実現できれば私はもうそれで十分だと思ってますっていうのがパンナさんでした。それで私な、はい、以上でした。はい、マサさんありがとうございます。そしてシャミンさんとパンナさんもありがとうございます。ありがとうは、あのベンガル語でドンノバードと言いますので、ドンノバードとあのお伝えください。ありがとうございました。はい、でこれで今、トークセッションの方は終わりとなります。途中でちょっと電波悪く失礼いたしました。ここからですね、ちょっと時間もかなりいい感じで押しているので、ここからですね Q&A セッションに行きたいと思います。結構たくさん質問いただきました。ありがとうございます。ちょっとですね、早めにたくさんの方にお答えしたいと思いますので、あの、回答は短めにお願いしたいと思います。まず1問目から今からではトークセッションに移りたいと思います。では、まず1問目ですね、いただいたものが、これお名前はなかったんですけれども、店舗を増やすごとに30人から50人の雇用を増やせるということです、ことについてもう少し詳しく知りたいですということと、あと、州と畑山さんからですね、同じような質問で1200人の雇用を増やすというふうにおっしゃっていましたが、そのため日本側がすることは何でしょうか。日本で店舗数を増やすの策として策がなどの策が挙げられると思うんですが、具体的な策を伺いたいですというのをいただいているので、こちら原口さんから、質問の回答をいただきたいと思います。お願いします。はい、質問ありがとうございました。さっき、まあ、1店舗オープンすると30人から50人っていうあの話をしたんですけども、今だいたいビジネスレザーファクトリーの商品を作っているメンバーたちっていうのは600人ぐらいですね。670人が今の、メンバーたちです。でそのメンバーたちが、まあ、18店舗分 の, 店舗あの商品を作っているっていうこと、まあ、単純計算でだいたい平均でも40人ぐらいっていうあの計算でもあります。で一つ商品をあの作るときに、これぐらいの人数が必要っていうあの計算があって、でなのであの店舗でこれだけあのお客様にお届けすることができたら、バングラディッシュでは何人分の雇用が生まれるっていう計算ができるようになっていますっていうのが一つと、もう一つ、そうあのさっき1200人ってマスンさんが言ってて、ね、いいですよね。1200人新しい工場に行きたいですね。たくさんのメンバーたちを増やせるように、はい、でじゃあ日本側何できるかって言ったときに、日本側はあの畑山さんがおっしゃるように、やっぱり店舗をどんどん増やしていくってことをやっぱりやっていきたいなというふうに思っています。まだまだ私たちは18店舗あのになっているので、まあ、30、40という形で店舗をやっぱり増やしていきたいなというふうに思っています。で、まあ、もちろん日本も人口が減っている国ではあるので、まあ、いつかどこかで何店舗っていうのは終わりが来るかなと思っているんですけど、もちろんその時は EC っていうこともありますし、あとはアジアの展開とかっていうのもいずれ考えられるんじゃないかなというふうに思っています。でこうやってバングラディッシュで働きたくても働けない人たちいる限り、私たちは、まあ、どんどん店舗も増やしていくし EC も頑張っていくっていう形になっています。でそれ以外にも、まあ、日本側でできることはそういうことなんですけども、バングラ側で今どんどん OEM のお客様も、ね、営業してお客様に注文いただいてるっていう背景が、まあ、あります、まあ、去年ぐらいですよね。でやっぱり私たち2014年からスタートして
基本はビジネスレザーファクトリーとかがメイン の, あのお客さんというか、まあ、あの注文先になってたんですけど、まあ、その実績が認められて他のお客さんからも注文をいただけるようになってるっていうのが今のバンガーの現状かなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっと待ってください。いや、大丈夫です。ありがとうございます。はい、で次の質問に移りたいと思います。次はですね、鈴木、健吾さん、ゆか松尾さん、ケイタさんの質問にお答えしたいと思います。こちらはですね、バングラ全体の給与水準と比べたとき、現地のビジレザ工場の雇用における給与水準はどれくらいでしょうか。まあ、給与の考え方、バングラデシュのメンバーの給与の考え方と、あと鈴木さんの質問の中で価格と、従業員給与のバランスはどう考えていますかということなので、まあ、給与に関してマスンさんから、そしてビジネスレザーファクトリーの価格設定に関して原口さんからちょっと答えいただきたいと思います。マスンさん、では、メンバーの方の給与ってどういうふうに決められているのかと、どれくらいの、周りと比較してどれくらいなのかってちょっと教えていただいてもよろしいですか。ありがとうございます。それでバングラのね、ちょっと法律的に現場に働いている人の7つレーブルに分けてあります。例えば何も経験がない人、新人さんだったらもうね、ちょっと6000高からもう給料これ決めてやるんですね。それで例えば3ヶ月や6ヶ月とかもう働いてちょっとできるようになったら、それでちょっともう、1000プラス、もう2000プラスになって800円になるんですね。8000高になるんですね。それで、だからステップ1と2をあったんですね。その後は、例えばどこまでは仕事できている。それによって、例えばオペレーターさんとか、セミオペレーターさんとか、スーパーバイザーさんとか、それでもうプロダクションマネージャーさんとか、それによって仕事、もうね、お金がもう決めているんですね、政府から。これができたらこのぐらいになりますとか、このレベルになったらこのぐらい。うちらも同じやり方で、ちょっと給与少しだけ付け加えると、うん、まあ、うちはやっぱりスタートの給与は他の工場と同じにしたいっていうことなんですね。なぜかっていうと、やっぱりお仕事わからないでたくさん給与を払っちゃうっていう考え方全く持ってないので、ちゃんと頑張って努力した人だけしっかりと給与をもらえるようになるっていうことをしたいんですね。なのでスタートは他の工場と同じにして、そこからうちの上げ方が他よりやっぱり 20% ぐらい高いですね。そこからやっぱりできるようになったら、そこから高く払っていってる。なので、まあ、なるべく早く、私たちは、まあ、一人の人が最低1個のぐらいお金がないとやっぱ生活大変。政府とか誰がでも何が決めても私たちの中での決め方があるんですよ。でそこまで早く持っていけるかっていうのが工夫したいですね。でそこに、人によって1年で行く人もいれば、やっぱり3年で行けない人もいれば、半年で行く人もいます。そこはしっかりとその人の努力とか能力とかを見ながら給与のバランスを上げるようにしています。はい、ありがとうございます。ちょっと付け加えで、あ、もう2人がミュートで話し続けて、ミュートに話し続けて大丈夫ですか？かな？大丈夫っぽいかな？ちょっと一つだけ、OK かな？マスンさん、ファルクさんから話を聞いたことで、付け加えをすると、給与の水準っていうのが他と比べてどうかっていうことももちろん大事だと思うんですね。それと合わせて、すごくやっぱりみんなにとってすごく大事なのは、ちゃんと毎月払われるっていうことが約束されるっていうことがすごく大事。彼らにとってこうやってちゃんと払われるっていうのは普通じゃない。そのやっぱり賃金の未払いとかって結構あるので、ちゃんと払われる。何が起こるかというと、未来に対して貯金ができるんですよね。子供に教育受けさせたいなとか、病院の時はどうしようとかっていうのに対してちゃんと払われるってことがすごく大事で、それをずっとバングラの工場っていうのは約束を守ってる、破ったことないっていう、どんな経営状態であってもっていう、これが多分給与の考え方かなと思います。はい、原口さん、価格ってどういうふうに決めてるか簡単にお願いします。はい、ありがとうございます。そうなんですよね、まあ、バランスっていうのは確かにビジネスしてると大事だなっていうふうに思うんですが、基本的には私たち価格決めの時は原価を聞かずに
まず価格決めをします。それはユーザー視点に立った時にどういう価格がリーズナブルかっていうことを考えて価格決めをしていると。でもちろんその決めた先に原価との関係性っていうのはあるので、まあ、原価が高いものが、たくさん売れるとなるともちろん私たちの利益の幅が減るので、まあ、そのバランスっていうのを考えはします。ただいずれにしても基本的にはユーザーお客様にとってリーズナブルってどんな価格っていうのを決めて考えて決めています。はい、はい、ありがとうございます。なので価格決めの時に原価を動かすっていう考え方は全くないですよね。ないね、したことないね。さっきの話だよね、やっぱり価格を下げるっていうのはみんなの給与を下げていくって、まあ、いわゆる工賃っていうものっていうのを下げるしかもう他に方法がないので、そうすると私たちの事業目的が失われていくので、まあ、それは絶対しないって決めてます。はい、はい、ありがとうございます。続々と質問来ていてとても嬉しいです。やばい、急がなきゃ。次ですね、はじめ浜田さん、山下さん、サトル、木村さんから同じような質問をいただいたので、質問してみたいと思います。山下さんの質問をちょっと取り上げさせていただくと、バングラデシュもコロナの影響で働けない従業員が出ていると思いますが、彼らへの補償などを行って保証なども行っているのであれば具体的に伺いたいです。というのと、今もちょっと後ろが工場なんですけど、工場の稼働状況であったり、どんな対策というかコロナに対してやっているのかというところ、ファルクさんがいいかな。ファルクさんお願いします。ありがとうございます。ですね、まずは、私たち、生きている間にはもちろん給与を払います。働いても働けなくても、で、払えないときには、まあ、全員一緒に死にますっていうような約束はしてます。なので1ヶ月2ヶ月3ヶ月ぐらいは給与払えるので、そこは心配しないでくださいっていうふうに、みんなにはやっぱり、まあ、前に立って言っちゃいましたけど、であとはまあ払えなかったときにはビジレザーとか他のお客様に、まあ、お願いしてでもお金持ってくると思ってます。で、働く対策は、まあ、やっぱり自分も毎日こう来て一緒に働いているので、まあ、マーセンさんもいるんですけど、この時期には他の仕事あっても必ず工場に来ます。私たちも一緒にみんなといますっていうのを見せたいんですよね。なので、ちゃんと健康のことをできるだけアルコールの消毒を手に振るとか、しっかり手洗ったりとか、で、スペースが空けてみんな座るようにするとか、1時間交代に手にスプレーとかしてあげるとか、ちゃんとしっかりマスクかけるとか、そういうのは絶対に守って、工場をやるようにしてます。あとは、今うちの工場のキャパの、半分ですね、例えば800人のうちに今350人ぐらい、毎日来てるんですね。でこの350人は明日休みで、次の350人が明日入ってくるという交代制でやっています。ですよね。どれぐらいですかね。あとは、まあ、田舎とかに今パブリックバスとか電車とか何も走ってないので、田舎に帰ってくる人たちには今帰ってこないですっていうふうに、指示をしているので、またバスとか走るようになったら帰ってきてください。で、この時期は給与を払いますので、なんかできるだけ、なんかあるときにこっちから連絡とかしたときにちゃんと返答すれば大丈夫です。で毎日みんなが健康でいるかどうか、そういうチェックは一人はしてもらっています。でコロナとかまだうちのスタッフなってないんですけど、まあ、なってたら、そういった病院連れて行ったりとか、まあ、彼らの、その、健康サポートとかは必ずうちでします。私ちょっと例えばこれコロナ影響が大体1ヶ月前からバングラにちょっと出てきたんですけど、その時工場を集めたけど、でも職人さんがどこにいる、何やっている、コロナの影響が誰か入ったか、それはマネジメントメンバーが、工場のマネジメントメンバーが13グループを分けて毎日みんなと携帯で連絡取るようにしてますね。もうこれはレポートは絶対出さないといけない。こんな状況になってるから、もうね、今までは誰も何ももう問題はなってないし、もうね、体が一番大事にして、できるだけちょこちょこ生産やってます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
では次の質問に行きたいと思います。次はですね、日本側のコロナの影響について質問を、佐用子佐藤さん、国明森部さんからいただいております。コロナ禍で、働き方に大きな転換期が来ていると思います。家で仕事をするときに使って気持ちが切り替えれるような革製品というのがこれから必要なのかなと個人的に感じていますが、御社内での構想などはありますでしょうか。あと、森部さんから、コロナの影響で人が必要以上に外を外出しないという状況が少なくとも3年続くと言われていますが、それに伴いオンラインショッピングなので対応はされないのでしょうかという質問を原口さんお答えいただけますでしょうか。はい、ありがとうございます。さっきマスンさんとファルクさんからバングラのコロナの状況をちょっと教えてもらったんですけど、日本もですね、皆さんご存知の通り、4月の上旬に緊急事態宣言が7都道府県で発令されて、その後、順次全国っていう形で広がっていった中で、私たち18店舗もやっぱりみんなの健康が第一だなっていうことをやっぱり考えていて、私たちも全て臨時休業をしました。でこれは結構こう経営的に考えると、やっぱり店舗が主の、私たちの経営だったので、苦渋の決断というかではあるんですけども、やっぱりみんなが、健康が一番、お客様に触れる機会が多いので健康が一番ということで、できる限り早い段階で、臨時休業にしていったという経緯があります。でじゃあ店舗のメンバー、今まで店頭が輝くステージだったんですけども、今実際はですね、リモートワークとして自宅でみんな仕事をしてくれています。でその期間は、バングラもそういうふうにしているように、私たちも基本は給与すべて 100% 保証という形で、もちろん仕事をしているので保証という形にしています。それは社員もアルバイトもすべてですね。でその時に何してるかというと、みんなですね、 EC オンラインのサポートをしたりとか、自分たちができるサービスっていうことを新しく開発したりっていうことを今やっています。例えばちょっと後ほど紹介しようかなと思ってたんですけども、EC のページを見てくださったお客様に対していろんなこう商品の比較とかで迷われたりとか、こういうバッグにはどれぐらいのサイズに入るんですかとかっていうご質問って店頭では結構受けるんですね。それは店舗のメンバーたちが答えているっていう形なんですけども、それをオンラインでも受けれるようにオンライン接客サービスっていうことを新しく始めたりとか、あとは通常店頭でご案内しているような内容っていうのを YouTube にまとめたりっていうようなことを今みんなが新しく取り組んでいます。はい、っていう感じでコロナの状況になったので、改めてこう自分の働く価値っていうのは何なのかっていうことを常に問う期間になってるなというふうに思ってます。で私自身はやっぱり店舗のメンバーたちと出会って、みんなのやっぱりプロフェッショナリズムをすごく感じて、彼ら彼女たちの力が一番発揮できるっていうのはやっぱりお客様にこう商品の良さを伝えたりとか、あとはその思いを伝えたりっていうのが一番やっぱり輝く、すごい素晴らしい仕事だなと思うので、その価値が提供できるようなサービスっていうのは何かなっていうのを常に考えています。はい、はい、原口さんありがとうございます。後ほどまた質問あると思うので、ぜひチェックしてみてください。はい、あと2問ぐらい、すいません時間の関係上あと2問だけにさせていただきたいと思います。まず1つ目なんですけども、これ多分多くの方が質問というか質問したいところじゃないかなというふうに思うんですけども、彩香さんからいただいている質問です。バングラデシュ×レザー×貧困といえば山口恵理子さんのマザーハウスが先駆けというイメージがあります。それぞれ良さがあると思うので、ビジネスレザーファクトリー独自の良さアピールしている点などをお聞きしたいです。またあえて競合がいる中でこのビジネスに参入された理由があれば可能な範囲でお答えくださいといただいてます。原口さんよろしくお願いします。はい、そうなんです。マザーハウスさんバングラデシュかける川で山口恵理子さんで、私原口恵子で、時々ですね、間違ってテレビ見ましたとか雑誌見ましたみたいな感じで言われ、私じゃないですねみたいなことよく起こる、似てるかなっていう感じですね。で、どう考えてるかというと、私競合というふうに思っていなくて、社会をより良くする、途上国からブランドを発信するっていうのがマザーハウスさん の事業目的だと思いますので、社会をより良くする仲間同士であればいいなっていうふうに思っています。
で、さっき言ったようにマザーハウスさんって途上国からブランドを発信するっていう形なので、職人さんの雇用数をたくさん増やすっていうことではないんですね。で、私たちは一方で、私たちは、働きたくても働けない、そもそもスキルがないとかっていう、そういう経験がない人たちがたくさん働ける場所を作るっていう、こういう事業目的が完全に違う事業かなというふうに思うので、まあ、結構競合だっていうふうに思われてしまうんですけども、まあ、いずれかは本当にバンガーディッシュで社会をより良くする仲間として、なんか何かでき一緒にできたらななんて思っています、はい、ありがとうございます、はい、結構もう本当によく言われる川といえばバンガーディッシュ、川といえばマザーハウスさんと言われる、ね、まあ、第一早期として、うん、一緒にやりながらも一番最初にビジネスだって思ってもらえるように頑張りたいと思っています。はい、ありがとうございます。最後の質問させていただきます。すいません、時間の関係上。最後ですね、伊藤さんから、すいません、人の名前間違ったらよくないので、伊藤さんからいただきたいと思います。いろいろ、これファルクさんにお答えいただこうかなと思うんですけれども、いろいろ試行錯誤を続けて諦めずに続けられた理由などはありますでしょうか。と、質問いただいてます。ファルクさん、何が原動力なのかちょっと教えていただいてもよろしいですか。はい、ありがとうございます。自分の中では、まあ、まずは自分の中ではやると決まったっていうのが、まず、一つありますね。で、やっぱりやめないっていうことがまず自分の中で決めたっていうのが大きかったと思うんですけど、それとやっぱ実際に行動して初めてお母さんたちの顔とか彼女たちの悩みとかを聞いちゃって、でそこからやっぱり自分が何もやらないで普通の生活に戻りますとかサラリーマンになるとかやっぱありえないなっていうのが、自分の中ではやっぱり結構大きいきっかけだったんじゃないかなと思います、今思えば。はい、すみません、答えになったか分かんないんですけど、やっぱりそのような、ことしか思い出せないですね。はい、ありがとうございます。ちょっともうちょっと詳しく聞きたいんですけど、ファルクさんがなんか一番今までの仕事、ボーダレスジャパンに入ってからなんか一番嬉しかったなって瞬間、どんな時ですか。ですね、まあ何回もいろいろあったりするんですけど、まあ、私一番嬉しい時は工場リクルートみんなの顔を見るとそうなるんですけど、なんかだいぶ前だったんですけど、まあ、採用とか昔採用の面接とかも全部私がしてたんですけど、まあ、マサさんもちょっとおっしゃってたようにうちの面接非常に厳しいですね。なんか本当に困ってる人しか、本当にうちじゃなきゃ困るっていう人たちしか採用しないっていう状況なんですけど、なんかいろいろなんか面接とかの時に話とかを聞くんですけど、で採用した後に、次の日に、うちの工場に聞いて話を聞いてたのは、彼女がうちで受かって、で次の、夜は、すごい長くお祈りしてたっていう、受かったっていう嬉しく思ってっていう、それがなんか涙出ちゃったぐらい、次の日なんかそんなに人って困ってるなっていうか、うちのことうちで入りたいとかうちのところで仕事したいっていう、そのように思ってるっていうのが聞いてすごい嬉しかったっていう、はい、なんかもっともっと声を増やしていかないといけないなっていうふうに思えるようになった。はい、ありがとうございます。ファルクさんのいつも質問、僕これまで4回バングラデシュ行ってるんですけど、毎回こういったお話を聞くことができるので、とてもいつもモチベーションになっているというか、とてもいつも学ばせてもらっています。ありがとうございます。はい、で Q&A セッション終わりなんですけれども、結構ですね、質問の中に OEM できますかっていうちょっと質問をかなり複数いただいているみたいで、ちょっと冷や汗が出るんですけれども、マスンさん、ちょっと OEM の受けれますかってたくさんちょっとお声いただいてるんですけど、どうですか。はい、さっき言った通り、まだまだもう仕事が欲しい、もう仕事ないと困る人がいっぱいいます。だからうちらもちょっとビジネーターさんもちろん感謝していますけど、もうね、他の OEM もオーダーも受け取るようにしました。もう去年から OEM もオーダー受け取
作ってますので、自分たちウェブも作ったので、もしご覧くださいませ。ウェブも撮っているし、もう連絡したら、もうすぐもう返事しますので、もしもうウェブも出したいとか、一緒に働いたい仲間があれば、いつでもご連絡お願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ハルさん、負けれないですね、これは。まあ、OEM、そう、私はね、やっぱり嬉しいんですよ。これが一番。やっぱりスタートっていうのが、ありがとうございます。やっぱり一番最初は、やっぱり私たちと、まあ、一緒にやっていって、もう4年、5年経った先に、こうやって他のお客様からもこうオーダーいただける、そういう品質になったっていうことであるし、そういう生産になったっていうことなので、本当に嬉しいなっていうふうに思う、心から応援したいっていうか、一緒に頑張っていこうねっていうふうにすごい思いますね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと僕も反省します。はい、でもさ、私たちも頑張ろうってことね。そうですね。一緒に頑張りましょう。一緒に頑張ろう。はい。その OEM のリンクとかは、この後お願いするアンケートに答えていただいた後に、アンケートを答えていただいた後に ありがとうございましたメールを送りますので、そちらの方にリンクつけておくので、そちらからチェックいただけたらなと思います。でこれで以上で Q&A セッションも終わりになります。長い時間なんですけど、今でもまだ200名の方が聞いていただいていると本当に嬉しいです。ありがとうございます。最後にですね、一言ずつ、今日登壇いただいた原口さん、ファルクさん、マスン、ちょっとまだ出ないでいただきたいんですけども、ファルクさん、マスンさん、原口さんから一言ずついただきたいと思います。でまず原口さんからちょっとお知らせも含めての今日の感想を、まずお知らせから、そして感想をお願いします。画面共有しますね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと私の方から簡単にお知らせをさせてもらいます。先ほどちょっと質問からいただいたように、18店舗今全国本当に北から南まで店舗あるんですけども、臨時休業中をしています。なので今ですね、先ほどお伝えしたみたいに、こうやっぱりこの店舗のメンバーがこうご案内する、お買い物のお手伝いをするっていうのって、サービスとして生まれたらいいなと思って、オンラインで、まあ、こうやってズームをこうつなげながらオンラインでこの商品のことを聞くことができるっていうサービス、オンライン接客サービスっていうのを始めています。でこれは、私たちのビジネスレターファクトリーサイトに行っていただくと、下の方にビジネスレターファクトリー日本店っていうの始めましたっていうリンクがあるので、そこから受付ができるようになっています。これですね、まあ、日本店っていうふうにつけてるのは、今全国ツツーランのメンバーたちがこのサービスをご提供できるメンバーになっているので、まあ、日本代表というか日本 の, みんながサービスしてますということで日本店とつけています。前日まででもご予約いただければ、だいたい30分これ無料でご案内をしています。で購入を共有するものではなくて、お悩みになることが多いと思うんですよね。いろんな色があったりとか、いろんなサイズがあったりすると思うので、そういう時にこういう時はどう、こういうサイズが欲しいんだけどとか、なんかそういうことにサポート、お買い物サポートができればいいなと思って始めたサービスなので、ぜひお気軽にご利用ください。ゴールデンウィークとかも受け付けてますので、よろしくお願いしますっていうのが一つかな。はい。で、もう一つ、さっき YouTube で動画始めましたとか、EC サイトどうですかっていう話があったと思うんですけども、EC サイトもちろん今オープンしてます。でそれに合わせて新着情報とかいろんな情報っていうのを各種 SNS で配信してますので、ぜひこちらもフォローしてご覧いただけると最新情報をゲットいただけるかなというふうに思っています。はい、ということで、まあ、最後に一言ということなんですが、まあ、今回、まあ、こうやってコロナの影響下、まあ、ちょうどカンブリアっていう機会があったので、まあ、こうやってオンラインで200人の方にこうやってビジネスレターファクトリーを伝えることができたっていうのは、すごく嬉しい機会だったなというふうに思っています。で、まあ、今本当にコロナの影響があって外に出られないっていう時間が長いと思います。でそんな中でも、まあ、これが明けたら
ぜひ店頭に商品運んでいただければすごく嬉しいなと思いますし、そこで実際バングラのメンバーが誇りを持ってやりがいを持って作った商品っていうのを本当にそこに対するクオリティサービスにアイテムに対するクオリティっていうのを見ていただいて判断していただければなというふうに思っています。で、私たちはやっぱり経営理念を世界中の働こうを楽しくしたいというふうに思ってやっていて、それはもちろん、バングラのメンバーたちの働くを楽しくであるし、日本のメンバーたちの働くを楽しくであるし、やっぱりお客様社会におけるみんなさんの働くっていうことが楽しいよね、すごく価値があることだよねっていうことを皆さんに伝えていきたいなと、私たちのこの事業とかビジネスを通して伝えていけたらなというふうに思います。こんなに一度に皆さんにお話しできることってなかなかないので、この機会をいただいて参加いただいたことに本当に感謝をしています。本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。先ほどちょっと日本店のオンライン接客のリンクを送ったんですけれども、ちょっと間違ってたみたいで、それを村木よしこさんが正しい URL をありがとうございます。こんにちは、ありがとうございます。で、あと先ほどちょっとすみません、送ってるアンケートフォームがちょっと今ちょっと使えない状態なので、ちょっとだけお待ちください。ありがとうございます。では次、ファルクさん、今日ファルクさん、マスンさんもあんまこんなにたくさんの方とお話しするってことほとんどない、初めてだと思うので、今日のちょっと感想をまずマスンさんから伺ってもいいですか。正直に言うとね、もうね、こんなにいっぱい人と、もうね、ちょっとズームで話すの。昨日夜、私12時は、今はね、ちょっと断食中なのど、だから、ちょっと夕方にちょっと食べると、もうね、体が持たないんです。それでも12時まで、ちょっといろいろ、これどういうふうに話すか考えたんだけど、だからもう緊張しました。緊張しました。もうかなり緊張しました。それで本当はもうこんなに人は集まるは、もうね、もうね、本当はもうみんなに心からもう感謝したいと思ってますね。はい、もう自分ももうこんなに2時間このミーティングで、もうね、スカイプのミーティングでみんなが来ると、もうありえないんですよね、もうバングラだと。もうね、本当はありがとうございます、皆さんに。はい、ありがとうございます。一言もいますか。うん、一言ありますか。まだマサさん、まだあります、皆さんに。はい、ありますか。よろしくお願いします。もう、ね、なんでもう毎日毎日ね、工場の前にまだもう仕事が欲しい人いっぱいいてて、もう本当はね、僕は工場としてみんなに働きさせてあげたいんですね。でも、もうね、ちょっとビジネスなので、もうね、ちょっとオーダーとかいっぱいじゃないともう採用できないから、皆さんの応援もいただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます、マサさん。で、最後ファルクさん、今日の感想お願いします。はい、とても良かったですね。なんかすごい大勢の人の前に、ちょっとシャイの人だから、こんなに人の前に話しすることはなんかあんまなかったりするんで、今日はまあ、最後まで来ちゃったので、もうちゃんと話せたなっていう今思えば、なんか良かったです。はい。まあ、私、まあ、個人自身はやっぱ日本人に、すごい感謝、いつもしてます。日本留学しに行ってから、日本で僕はやっぱり人生を変わるぐらいいろいろやっぱり学びましたし、で、日本人の、サポートとか、日本人の、なんか後ろからいつも叩いて、いたからこそ今のこの、800人の工場ができたし、でこの800人にやっぱり少なくとも4人5人の家族を支えているから、やっぱり大勢の人たちが、これで、生活できているし、なのでやっぱりこれからも日本人、に感謝ずっと続けていきたいし、で私たちもまあこの希望ももっと広くしていきたいし、まあ、バングラデシュ全体に一人もやっぱり働きたくても、働けない、働きたいけどやっぱり生活できなくて困っている、そういう人たちを全員に仕事の
機会を提供していきたいという思っていて、まあ、自分の人生かけてでもそれを実現したいと思っているので、まあ、これからもやっぱり日本にいろいろ商品とかも今ビジレザとしてだったりとかジョッグとしてだったりとか他の OEM 先のお客様とかもいたりするので、そういうのがやっぱり買っていただけると私たちの、スタッフが多分どんどん増えていくことができるので、そういった、これからも、今までのようにこれからもその同じようにサポートしていただけると嬉しいなっていう、はい、ことです。ありがとうございます。はい、フラックさんもありがとうございました。はい、今日はですね本当にこの、まあ、ゴールデンウィークの初日ということで、まあ、いろんな予定があった方もいると思うんです。何か、まあ、キャンセルになった方とかもたくさんいると思うんですけれども、何か今日一日いい一日だったなというふうに思っていただけるととても嬉しいなというふうに思います。で、時間の関係上たくさん質問いただいているのにかかわらず全てお答えができず大変申し訳ございません。ツイッターでですねハッシュタグビジネスレザーファクトリーとカタカナでビジネスレザーファクトリーとつけてツイッターでつぶやいていただければ必ずお答えしたいなというふうに思うのでよろしくお願いします。はい、でですね今チャットの方にアンケートフォームをお送りしました。でアンケートをお答えいただいた次回からのですね、まあ、イベントの、修正であったりとか、あと今回あまりお見せできなかった校舎の内部の映像っていうのもお答えいただいた方には動画としてお送りしようと思ってプレゼントしようと思っているので、ぜひこちらお答えください。で、まあ、今日ファルクさんのマサさんとっても素敵な人から分かったかなというふうに思うんですけども、実際お会いするともっとやっぱり素敵なんですよね。で今後今年本当はやりたかったんですけども、ね、日本のお客様を、うん、バングラデシュの工場にお招きするっていうことを、まあ、スタディーツアーをやろうと思って、コロナが落ち着いたらやろうと思っているので、うん、ぜひご参加いただけると嬉しいなと、行きたいと。おー嬉しい。ありがとうございます。やりたかったね。やろう必ず。行きましょう。と思います。ぜひぜひ。はい、はい、一緒にカレーを食べたいと。たくさん行きたいという言葉いただいてもよろしくお願いします。はい、では本日はちょっとだけ時間オーバーしちゃって申し訳なかったんですけれども、ご参加いただきありがとうございました。最後ですね、ちょっと待ってくださいね、僕たち の恒例の掛け声があるのでちょっとそれをやりたいと思います。ボッテケコールっていうのがあるんですけど、ファルクさんちょっと最後何にしようかな。最後ビジレザでもいいですか今日は。はい、ビジレザはナンバーワンっていう、はい、そうですね。でちょっとボッテケコールの説明お願いしてもいいですか。はい、ちょっとルールから始めます。まあ、まずはみんな、マイクをオンしないといけないのでマイクオンしてほしい。でそしてマイクオンしてください。はい、まあ、ボッテケって言うんですけど、ね、ボッテケはみんなのことですね。まあ、みんな私たち毎日こうやって掛け声をしてるんですけど、みんなって言ったらみんなでファミリーって言うんですよね。ファミリーはみんなでファミリーって言うことなんですけど、だから私ボッテケって言ったらみんなでファミリーっていうこと。で、はい。でその後私ビジレザーって言ったらみんなでナンバーワンっていう言い方になるんですけど、大丈夫ですか。これね、創業当初からもうめっちゃね、創業当初からみんなでやってるんだよね、ずっとやってる。でビジレザの日本側も毎日やってます。はい、ぜひ皆さんもこの機会ご縁なのでぜひお願いします。じゃあやりましょうか。マイク皆さん応援してくださいね。はい、はい、じゃあプロテケフリーアメイビジレザって言ったらみんなでナンバーワン。ビジレザナンバーワン、ナンバーワン、ありがとうございます。